こんばんはるみです、えー、今日は2024年の2月12日夜の10時45分です、えー、今日はコメントにお答えしていきます質問か、えー、乳首も前立腺も気持ちいいと感じるくらいにはなっているのですがドライには達していません いつもではないのですが、たまに前立腺かどうかわからないのですが、アナニーをしていると何かがパンパンに張って痛みをかん生じることがあります。これは正常なのでしょうか。いけないからパンパンになってしまう。よくわかりません。との質問をいた,いただいて、えー、少し、えー、やり取りをさせていただきました。 えー、どんなふうにアナニーをしているか教えてください。何を使っているか、えー、その道具でどんな刺激をしているのかピストンや圧迫などで刺激をしているか等々よろしくお願いしますと聞きましてお返事やはアナルバイブやアネロスを使っていますでピストンはなくて圧迫してますと言われました。で、 アネロスは PC 筋のみのつもりと言っていただいて手とか指では動かしてはないみたいですでアナルバイブは振動するものかバイブの直径はどのくらいで何センチぐらい入れてるか振動の強さはどんなものかっていうのは聞きましたで振動はあって大きさはいろいろで何センチ入ってるかわかんないけど10センチぐらいは入ってるという。 お返事でした猫がいない <laughs> えっとですねよえーっとこれからわかるのはパンパンに張ってるのは前立腺だと思います張ってると感じるね 前立腺だと思います。で痛みが生じてるっていうことは刺激してる時間が長すすすぎぎるるかか刺、えー、刺激激がが強で多すぎてあるいは長すぎて前立腺自体が、あのー、痛みを感じてるってことですね。えー、っとあともう一つ。 アナルが小さくてあのアネロスでも大きすぎるっていう話もあります。でえっとなんでドライになれないかっていうと痛いからなれないってことです。痛くなるまでやってるからなれないってことですね。 でアネロスから説明していくと PC 筋のみのつもりですこれはあのー、わざと動かさないでいるってことでいいのかなそれともお尻を締めたりしてるのかなもしお尻を締めてるようだったら締めないでください勝手に締まるのは大丈夫です、えー、アネロスを入れて乳首や、えーまあ、気頭を ローションつけて優しく触ってその体の気持ちよさの反応でヒ、えー、くヒくと体が動いてそれに連動してアネロスが動くっていうんだったらいいんですけど、えー、もしね引き締めてるんだったらやめてください。でアナルバイブなんですがうーんとアナルバイブでドライになるにはちょっととんがった射精みたいな快感 のえっ、ー、とドライだったら慣れる傾向があると思います。で前立腺って本当にあの入り口すぐなので、私の指でもあのこの中指がね、ピントが、ね、こう曲げてお腹側に曲げるなので10センチは入れすぎなんですね。 でもその1 0ンチ入れて快感を感じるっていうことはもう直腸自体、まあ、直腸と S 字結腸のあたりでも快感は感じるのでそのドライとははっきり言いにくい何をドライとするかですよね。 前立腺の刺激によるドライカっていうとちょっと違うんですけどうん直腸とかのなんてういうんですか何て言ったらいいのか脊髄に当たることによるオーガズムかな本当にその直腸 S 字結腸自体を刺激することで、えー、得る快感はありますしオーガズムになる人もいますね。 うん、フィストファックして、えー、行ったりとか気持ちよくなる人と同じ部類の快感だと思います。うーんとまずはさっきも言ったんですけど痛いということは前立腺が嫌がってるということなので痛くなるまでやらないでください。 えー、これは時間もだしえー、っとね時間もだし刺激の種類強さとかもですねバイブはちょっとやめといた方がいいんじゃないかなうんででもこの方は結構お尻への刺激が強めなのでメスイキは多分。 うーんちょっと難しいのかな。でもいけるのかな。まあ、い強さでもいけるはいけるんで、まあ、強めの刺激だといけると思うんですけど、まあそうすると前立腺が痛いってことなんで、まあちょっと、まあ何しろ痛みが出たら中断はしてほしいですね。うん。で、私が、えー、プレイした中でも前、前 えー、前立腺への刺激がエネマグラだったら痛いけど私の指だったら、えー、ちょうどいいっていう方はあ全体のそうだな2割3割ぐらいはいますそのお尻をした方の中でもそのずっと指でやってほしいっていう方もいますね。エネマグラ入れたら痛く感じるっていう人もいますので、まあ、そういったお尻がちっちゃい方なのかもしれません。 うん、うん、痛くなる時間そのお尻に何かを入れてて何分ぐらいしたら痛くなるなっていうのが分かっていればその痛くなる前例えば10分で痛いなら8割の8分ぐらいで入れるのはやめるとかですねやっていただくといいかなと思います。あと、まあ 強めはやっぱ痛くなると思いますよ普通にうんで前立腺ってあの内臓ですからね優しくしてあげてくださいねオーガズムのための器官じゃなくって内臓の一つなんで胃とか心臓とかそういうやつと肝臓とかね腎臓とかそういう中の一つなので 仲間なのであんまりいじめてあげないでくださいねというお話ですまあえー、っと痛くならないのが一番だと思いますドライとりあえずまあそのド M の人とか調教されてる人ならね痛みでもオーガズムになったりとかはすると思うんですが うん、そんな感じです、えー、痛くなる手前でやめるという選択をしてみてくださいドライにならないだったらもう最初の初期段階に戻ってアネロス入れてもうお尻の方はほっといて乳首気頭 を優しく触るこれをちょっと続けていただくと変わってくるのではないかなと思います。あとはあのー、自分が女性の気持ちになるというか,か激しくないなんかあの癒し系の AV ってあるんですかねちょっと分かんないんですけどあれだったら、あのー、昔流行った女性が見る AV の初期の頃の やつもう第1作目ぐらいの初期のやつでこの自分が女性側の方の気持ちになって AV を見てこう自分がトランスしていくみたいなのもいいかなと思います。えー、今日はこんな感じルミでした。